じゃあスマホ床に置いてうつ伏せに寝ましょう。はい、まず右膝曲げます。で、足の裏を左膝につけます。はい、この状態で右手を鼠径部に入れて、手がすっぽり入る方、股関節が硬い、骨盤が歪んでる証です。理想は手が全く入らない状態、最低でも指がちょっと入るかなぐらいまで持っていきたいと思います。反対側もいきましょう。次は左膝曲げて、はい、足の裏を右膝に当てます。で、左手を左の鼠径部入れます。手がすっぽり入る方は骨盤が歪んでる、股関節硬い証です。理想は手が全く入らない状態です。これ1回でなるので、ビフォーアフター楽しみにしてください。うつ伏せのままかかとをお尻に近づける、こんな感じです。交互にパタパタ動かしていきましょう。で、これ早くやるっていうよりも、この空いてる手をお尻と裏ももの境目、ここに手を当てながら、あ、この筋肉、お尻と裏ももの境目の筋肉使ってるなって感覚で動かすことが大切です。今日はズボラストレッチの深井さんとのコラボです。はい、このエクササイズどんなものなんですか？あれですね、骨盤周り、くびれとかお腹周りとか足周りが痩せた視聴者さんのやったメニューですね。楽しみ。めちゃめちゃ一回で変化出るので楽しみにしてください。硬い方も大丈夫です。OK です。そしたら次はですね、はい、膝同士しっかりつけたまま、お尻の穴をギュッと締める、緩める、お尻の穴をギュッと締める、緩める、これ繰り返していきましょう。ギュッと締める。で、しっかりお尻の穴締まってると内ももの力入ってる感覚分かると思います。スピード勝負じゃないですよ。しっかりギュッと締める。で、いまいち感覚わかんない方は相手の手でお尻触ってギュッと締めた時に硬くなってれば OK です。締める、緩める。内もももめっちゃきついですね。きつい。緩める。最後一回ギュッと締める、緩める。よし、 OK。 そしたら次は両手を右の横つきます。そのまま上半身グッと起こす。腹筋のストレッチです。お腹、腹筋が伸びてる感覚があれば OK です。腰が痛いよって方は、はい、こんな感じで肘についてちょっと顎持ち上げる、いいですね、ってことですね。はい、これでも腹筋が伸びると思います。はい、頑張れる人はね、肘しっかり伸ばしてさらに顎持ち上げると腹筋伸びてきます。おだけど腰が痛い人は絶対無理しないで、はい、呼吸止めないようにしましょう。止まりですよね。ちょっとね、ポンさんに比べたら物足りないかもしれないですけど、ちょっと変化が出ますので、お楽しみに。次はですね、スマホを持って上向きになります。スマホを持って上向きになります。で、スマホを手に持ったままやっていきますよ。そしたら次は、膝を曲げた状態から片足ずつぐっとお腹に近づけます。お腹に近づける。前ももをなるべくお腹に近づける。もう早くやるっていうよりも、普段動かさない範囲で足上げたいのでしっかり高く上げ切る。呼吸止められるようにしましょう。下っ腹とかこの股関節付け根使うことがあれば OK です。本さんのスマホがなんかすごいでかいけどそうです。呼吸止められない。あと少し、よし、 OK。 そしたらですね、次膝曲げたままですね、右足だけ大きく外回しです。内から外に回す。ご自身から見たら半時計回りですね。普段動かさない範囲でゆっくり大きく回すのが目的です。股関節ゴリゴリになるよって方は、痛みがない範囲で回していきましょう。こんなに大きく回さないですね。でかく、でかく、スピードよりもでかくです。普段動かさない、スピードよりもでかく。痛い人は本当にゆっくり小さく痛みない範囲で回していただければと思います。よし、OK。 しましょう。次、左足内から外に大きく回す。こっちまでゴリゴリなるよけど、痛みがない方は大きく回していいです。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。呼吸は止められるようにしましょう。で、これ多分ね、右だけとか左だけゴリゴリになるって方もいらっしゃると思うんですけど、もう大前提で人の体は左右差あるので、そんなに左右差があるからってそこまで気にしなくてもいいと思います。もしね、気になるんだったらそっち側ちょっと多めにやってあげるとかするといいと思います。よし、 OK。 そしたらですね、次カエル足作ります。足の裏作ってつけて、こんな感じでカエル足作って、膝同士をつける、開く、膝
膝同士つける、開く。でこれもスピードよりもしっかり開き切る、閉じ切るです。開き切る、切る、閉じ切る、閉じた後に内ももを使ってギュッと締めてですね、呼吸トレーニングしましょう。燃やすぞ。で腰が痛いよ、腰が痛いよって方はちょっとね、足を手前に引いたりとかちょっと前に出したりとかして、あの腰が痛くない角度探してあげるのと、あと腹筋ちょっと力入れておくといいんじゃないかなと思います。はい、閉じ切る、呼吸トレーニングしましょう。よし、 OK。 そしたら次は、膝曲げたまま膝同士つけてお尻をギュッと持ち上げる、下ろす、お持ち上げる、下ろす。で曲げた時に裏ももお尻触ってこう使ってるなって感覚があれば OK です。硬くなってれば、膝同士離れてもいいんですけど、膝同士つけておくとね、内ももにも効きます。ズボラじゃないし、関節ついかもしれないですね。ズボラって効いてたのにスピードじゃないですかね。ゆっくり裏ももお尻意識して、であんまりこうお腹がこうつきてないように頑張って押す。ラストからかけます。しっかり上げ切る。よし、 OK。 次休憩ストレッチです。左足を右、こっちに切ります。で左膝床につけて、これ左肩をなるべく床に近づける。で、お尻、腰、背中、この辺にかけて伸びればそれで OK です。伸びる感覚ありますか？筋トレじゃないです、無理にギューッとねじりしそうないです。でこの時もね、肩力入っちゃう人はすごいこう上がっちゃうんで、それはなるべく意識して力抜きましょう。 OK、 逆足いきましょう。右足を左、こっちにねじります。右膝床につけて、この右肩を床に近づける。そうすると、お尻、腰、背中、この辺全体的に伸びてくると思います。いただけたらいいでしましょう。よし、次一回戻りましょう。はい、そしたらですね、次、スマホ持ったまま、左向きに横向きになりましょう。はい、でスマホは顔の前置いておきましょう。で、まあ、腕枕とかするようなイメージで、で膝90度に曲げます。この状態で膝同士離す、戻す、膝同士離す、戻す。お尻の横、ここを意識して使いましょう。はい、NG パターンはこうやって体が後ろに倒れちゃうと全然お尻に効かないです。上半身は固定しといて膝だけ離す。はい、 OK。 うん、お尻の横に触って使ってるな、硬くなってるなって感覚があればそれで OK です。ストレッチは本当ね、こうたくさんのリボワークがあって皆さんすごいですね。皆さんね、頑張って寝てますね。僕らが頑張ってますからね。次、左足前出します。こんな感じで左足前出して、で右足真上に上げる上げるこのお尻の横、ここのメインに使ってます。いきますね。で余裕あればちょっと斜め後ろ投げてもいいです。そうするときます。すごい。で外もも前ももどうしても力入っちゃうよって方、多少はいいんですけど、どうしても力入っちゃう方はこうやって膝曲げてやるとだいぶお尻に効きやすくなるんじゃないかなと思います。これも最初と同様で、後ろにこうやって骨盤が倒れちゃうと効きません。上半身は固定して、ラスト1回しっかり上げ切る。OK。そしたらですね、左足は前に出したままですね、はい、右手で右足首つかみます。右の前もものストレッチです。伸びますか？伸びますね。頑張れる人はちょっとこの足後ろにグッと引くとよりね、前も伸びてくると思います。ただ腰が反っちゃうと全然効かないので、わざと上半身ちょっとね、腰を丸めて猫背を作っておくと前ももにめちゃめちゃ効きます。いい感じですか？はい、呼吸止めないでしましょう。よし、 OK。 そしたら次はですね、右足を上げます。でつま先真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す。これお尻の横、ここ使います。上半身バッグは起こしても別にいいです。ここです。これですかね。
わ、すごいこれ。これも上半身は固定ですよ。上半身を超えたら意味ないですからね。しっかり外向ける。全然ズボラじゃない。でも寝ながらテレビね、見てスマホ見ながらできるってのはズボラかなと個人的には思ってるんですよ。きついはきついと思います。きついはきつい。きつい。しっかりきついこれ。ちょっと待って。きつい。マジか。よーし、OK。そしたら次はちょっと上半身の勝負です。はい。足は楽にしてください。はい。右手を右肩にこうやって使います。はい。で、大きく後ろ回しです。肘を大きく後ろ回し。で、これもね、普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。はい。呼吸を止めないようにして、痛みがある方は痛みない範囲で OK です。関節ね、ゴリゴリなるよって方は、まあ、痛みがなければ大きく回していいと思うんですが、痛みがある、もしくはね、ゴリゴリがひどくて気になる方は、まあ、気にならない範囲で回していただければと思います。で、この次の種目から逆向きになりますよ。 OK、そしたらスマホ持って寝返り打ちましょう。で、スマホは顔の前に置いておきましょう。セットの上に膝90度ぐらいに曲げておいて、膝同士を離す、戻す、膝同士離す、戻す。このお尻の横、ここを意識して使いましょう。NG パターンは上半身が一緒に倒れちゃうと。よし。なんか父さんみたいにすごい長く感じるな。なんでだろう。サボれないかな。そうですね。後ろに関心がいますか。いつもこう撮影途中でちょいちょいサボってるのが。終われないよ、俺は。しらせっかい。よし、OK。そして右足前に出して、左足、この足曲げに、肩掛け、下ろす。下ろす。お尻の横をつけました。僕ね、腰とか脇腹に効かしたい人は、ちょっと上半身を起こしてやると、めちゃめちゃ。なるほど。脇腹効くんですけど、僕はちょっときついでできないですけど、そういう方法もあるよっていう感じです。あれ教えてはくれるんですか。教えてはしますけど。まあ。習慣からは大事ですけど、ね、ズボラストレッチは週に1回あればもう習慣から達成ですから、それ。達成ですね。月4回前ですか、ね、月4回ですよ。年間52回、56回でズボラですよね。素晴らしい。次、右足前に出したままですね、左手、左足首掴みましょう。はい。左の前ももストレッチです。できないし、できますかね。いや、できますね。3日坊主ってすごいですよね。だって3日で3回やると月に本当に撮影入れて多分5、6、7、8回ぐらいしかないんで、3日で3回って超ハイペース。前も伸びてますけど、伸びない方、そうですね、ちょっと上半身わざと猫背にして、ちょっとつま先の方を掴んであげたりすると、ちょっと後ろに引きするで伸びてくると思います。いつも前も伸びてればそれで OK です。 OK。そしたら次は、右足前出しておいて左足上げます。で、つま先真上向ける、戻す、つま先真上向ける。きついきついなこれ。呼吸とぐらいでしましょう。きつくなると上半身ですよ。そうなりがちですね。ここで使うのもうちょっとでもちょっとだけでもね、つま先上向ければめちゃくちゃ効きます。やば。で、外もも前も多少は使っていいですからね。次は、左足は楽にしてるだけですね。左手左肩に寄せましょう。で、これで大きく左肩回していきます。普段動かさない範囲で大きく回す、後ろ回しです。で、これもね、肩痛みがある方は痛みない範囲で回しましょう。ゴリゴリになるよって方は痛みがなければゆっくり大きく回していっていいと思います。結構ね、最近スマホで皆さん見てる方も多いんですけど、結構個人的にはね、パソコンとかテレビで見るのおすすめですね。大きいですもんね。だいぶ大きくて楽だし、これ画面消えたりしないんでね、通知も来ないし、LINE とかも。確かに。OK、そしたらですね、次は、一応四つん這いになりましょう。はい。で、スマホ顔の前置いておきましょう。はい。こうやな。四つん這いを置いていただいて、つま先立てておきましょう。で、手と足肩幅ぐらいに広げましょう。
で、お尻を後ろにグッと引く。お尻を後ろにちょっと軽く腰反らせるぐらいかな。しっかりここの隙間なくて、潰すイメージ。あんまり猫でやるとあんまり効かないですね。ちょっと腰反らせるぐらい、反らすぎないぐらい。膝、腰、肩、痛い人は痛みない範囲でやりましょう。お尻のストレッチと後に股関節をしっかり曲げる練習です。ラスト1回いきましょう。しっかり曲げて、よし、 OK。 そのままうつ伏せ、寝ちゃっとなります。スマホの前に置いておきましょう。で、左足を、はい、右こっちに持っていきます。はい、左のお腹の前面、ここが伸びる感覚があれば、はい、OK です。いや、本当に今回はなかなかきついですけど、ズボラストレッチさんのチャンネルはズボラですんで、ちょっと強度の量を落としたいなって時はね、ちょっとズボラにぜひ遊びに行ってみてください。大きく戻します。そしたらですね、次、左の足、ネタをまくってあげます。はい、こう裏もも、お尻意識してあげる。はい、この裏ももお尻触ってここ力入ってるなって感じがあれば OK です。腰が反って痛いよって方は上半身めちゃって寝かしてくださいね。上半身こうやって起きてると腰反っちゃいます。頑張れ、やろう。二人とも裏ももお尻の意識です。よし、 OK。 そしたらですね、次、右足も同じように足上げましょう。はい、ぐっと。どうですか、使った感覚ありますか、裏ももお尻。きつい人はサボりながらね。今回のチャンネルだけどサボりって言わないがいいかなと。皆さんもね、サボりたいですよね。呼吸は止めないで、腰反らないようにしてくださいね、絶対。ちょっと上半身寝かしちゃってください。もう少し、やばい、裏ももお尻を意識して、よし、 OK。 あ、そしたら次は両手を耳の横ついて上半身グッと反らせます。腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎を持ち上げる。これでもね、腹筋が伸びてれば結論 OK です。頑張れる人はしっかり肘伸ばしきる。腰が痛い人は無理しないでください。できましたね。いい、そのベッドの上でできるって呼びなんで、本当に。いやー、本当に。ズボラや。さすがっす。ありがとうございます。シャキン。よし、OK。最後ですね、上半身めちゃくちゃ寝かしたまま、はい、右足を左、こっちに持ってて、これで最後の種目、おしまいです。はい。さっき左やったらね、この右腕、ね、おしまいです。はい、で右のつま先で誰かに引っ張るというイメージで、後ろにぐーっと持っていくと。ここ伸びます。で、上半身浮いちゃってると伸びないんで、ちょっと寝かせていきましょう。ズボラストレッチさんのね、チャンネルでもコラボさせていただいてるので、はい、ぜひ概要欄、コメント欄から遊びに行ってみてください。きつい有酸素立ちとしても、やりましたね、やられました。いや、最終的にはありがとうございます。ありがとうございます。腰反って痛い方は絶対無理しないでくださいね。いまいち伸びない方はこう一回戻して、ちょっと角度変えてね、つま先誰かに引っ張られてるイメージぐーっと持っていくと、ここ伸びると思います。オッケー、お疲れ様でした。頑張りました。じゃあ最後もう一回ね、再チェックぜひ自分でやってみてください。骨盤のね、はい、隙間がなくなっているかどうか見てみてください。お疲れ様です。自分に拍手です。素晴らしい。また一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。バイバーイ。